はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、ナイファー復活ということで、この L3FTE というね、まあ、義手みたいな近接武器を使って30キル、40キル頑張っていきたいと思います。しかし、めっちゃこう出遅れたんだが大丈夫か、これ。なんかそこ撃ってるな。そっちから行けないな。まあそこら辺も怪しいので、お、いるんじゃん。オッケー。1キルかましたぜ、早速。オッケー、あれ取れるね。味方、あ、味方やっちゃったよ。まあ、よくあることだよね。ナイファーあるあるね。やばい。ナイファーあるある。こうね、味方、ナイファーはね、本当にね、味方の立ち回りが荒れるから気の毒なんだよね。そこいるじゃんみたいな、見えてるんだから撃てよみたいなのが聞こえてくるから、そんな声がね、こう聞こえてくるけど、まあちょっとね、許してくれっていうね。ナイファーね、基本的にナイファーがいると周りの人の気取りが下がる気がする。とりあえずそっち側にはいけない。あそこは取れるな。あ、味方やっちゃったよ。205ブレッシュ。205ブレッシュもナイファーと立ち回りに似てる気がする。よっこいしょと。ショットガンは似てるよな。こう、接近してきて、奇襲を仕掛けるみたいなね、それが似てる。まあ、単純に距離とダメージ効率が違うだけっていうね。あんまりそっちを行くとね、すぐバレるからダメ。よっこいしょ、オッケー。リッパ強い。リッパーって。リッパこう、スカッとする。よいしょ、オッケー。いるね。きっとこれはいる、ここら辺にまだ。まだいる。あそこら辺2人ぐらいいる。オッケー。よいしょ、オッケー。バックスタバー。鮮やか裏取り。あいつも取れるな。セラフー、オッケー。なんだよ、なんだこの子にコンカッション大胆だし。まあ、あっという間に、リスキル、オッケー。ここのね、リスキルひどいからね。みんなここのね、なんだろう、このエリアにはめられることはちょくちょくあるからね。なんかドミネーションとかもそういうのある気がする。なんか他のな、オブジェクト系のなんかマップでも、なんかそういうのがちょくちょくある気がする。とりあえず、ケアパキを呼ぶか。いて。なんか変だな。まあいいよ。オッケー。セントリーを置く場所は、ロングを潰したい。ロングを潰したい、今日この頃。先に行かせるっていうね。味方に先に行ってもらうっていう。ナイファーはね、そういうのできないから。できないこともあるんだよっていうね。正面切ってね、出てくるとね、やられるから。マジダメってなる。あそこいるのね。危ない。ナイファー、ああ。あいつやりそうかな。あいつやれる、やれる、やれる、確信。よいしょ、オッケー。入れてて、危ない、もう一人でも多めに。敵を持っていく、よこしょ、うえーい。イエーイ。今の完全あれだろうな。テンパったろうな。テンパってなかった。今絶対当てられるもん。絶対あいつテンパったよ。まあ、テンパるもんね。リッパーが来るとテンパる。てか、ナイファーが来るとテンパる。ぶっちゃけ。それはわかる、すごく。テンパルが、そのテンパってるところを俺はドヤ顔でぶっ刺してくるからね。ウェイ、GI ユニット来た。GI ユニット来ました。これはひどい戦いになるんじゃないでしょうか。なかなかえぐいね、GI ユニット。しかも俺、エンジニアじゃないのに GI ユニットって、こう恵まれてるよね。ラッキーガイル。おー、やべえ。やべえときは引いた方がいいぞ。よこいしょ。引けるような立ち回りが良いかもしれない。あそこら辺美味しいっすね。美味しいっすね。あざーす。まだこれレベル5なんだ。あ、やっちゃったよ。GI ユニット。GI ユニットが切る。GI ユニットえぐいな。ちょっと、でも俺はそれ取れたんだけど。まあいいや、ぶっちゃけ。あいつに任せよう。OK、やったね。GI ユニット強いよね。当たり前だけど、とか言って。なんか、でもあれなんでしょ。ワールドウォー2にも空挺兵とか言って GI ユニットみたいなやつ作るんでしょ。まあそれもそれだよね。それもそれだよねっていう。おー、危ない。マジかい。空挺兵な。なんか、あいつ俺のことなんか近接で殴ってたけど、なんかそんなに恨みがあるのかな。まあ、あるだろうね。あるだろうね。とか言って。あるだろうね。あいつやっちゃったよ。なんかキルしたかと思ったら普通にあれじゃん。GI ユニットのキルじゃん。おー、危ない。バレたらやばい。あいつやっとくか。まあ、いっかも。GI ユニットがバカバカやってる。バカバカやってるとか言って。バカすかやってるよ。ちょっと待ってよ。RCXD。RCXD じゃない。HCXD じゃ。どっちでもいいけど。よいしょ。あそこはちょっとぶっ飛ばしておくしかない。OK。セラフって弱いよね。なんかセラフドミネーションの時しか使えないイメージがある。やべえ。あいつ後ろ下がったらやばいぞ。どうやっせー。オッケー、アナイアレーターなんかで止められるわけないだろう。ナイファーは動き早いんだぞ。まあ、アナイアレーターでね、止めるのはかなりね、緊張するよね。勝負強いやつじゃないとむずいと思う。実力と勝負強さが伴わないときついと思う。なんか撃たれてるな。いける、あ、悲しい、キューティッシュ。残念。あそこら辺いるかな？いるか？いるね。いる。やべ。無理だった。無理やりやったのが良くなかった。無理やりやってはいけない。ナイファーね、だんだんね、キル取りまくるとね、だんだん調子に乗ってくるからね。なんかね、まあ、適当なことやりがちだが、調子に乗ると死ぬ。
なんか俺はね、なんとか頑張りたい。ローリングサンダー。ローリングサンダー、発射、オッケー。ローリングサンダー。ローリングサンダーも、このマッパ美味しいイメージがあるな。いけるのではないか。いい、ちょ、危ない。セルフ危ない。なんか二人殺したし。いける、やったね。いきなりのトリプルキルかましたよ、これ。おー、やべ、そんなひどすぎる。ナイファーがね、ここ使いまくるとみんなここ使ってくるからね。やばいんすよ、あそこ。すごいやばいんですよ。でもここら辺狭い場所が多いからね。来た、ほら、予想通り。おい。危ない。あいつはエイム荒ぶったな。それは。さて。あそこら辺美味しそうだ。やべ、スライディングできなかった。HCXD。あかんねん。あかん、HCXD かね。ナイフは基本攻撃にはやばいからね。撃たれたらやばい。いてってなる。後ろに避けられないからな。行って。取ったんだが、なんだありゃ、なんか GI ユニットみたいなの来たぞ。敵の GI ユニットみたいなの来たけど大丈夫かこれ。マジかよ。ナイファー勝負負けるとはなかなか切ないこともあるもんだ。まあ、そろそろ試合もケリがつくな。なんとか最後1キルぐらい取りたい。 OK 取った。これで40キル。ウェーイ。というわけでね、まあ残念ながらですね、これはですね、生でね、入れたらですね、データがぶった切れたので、うるさい。これあれだな、おまけちょっと、なんか音声復元しよう。まあ、シアターで復元したやつだから、音がね、こう、なんていうんですかね、音声とかにバグが微妙にあるっていうね、まあ、なんとも言えない感じですけどね、まあ、何はともあれでね、これはおまけの部分はね、おまけの部分は、あれですね、昔の40キルを、多分これノーデスでやったのかな、多分。ノーデスで40キル回すみたいな、そういうナイファーの動画ですね。まあ何やともあれね、はーんと思っていただけたらね、高評価とね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではね、次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。数えていただけると嬉しいかなっていう感じですね。はい。というわけでね、この動画ね、気に入っていただけたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。リッパーを止めるっていうね、急停止っていうね、切ないね。リッパーの方が強いのにね。まああれだから、俺の格闘技は右クリックで一番押しやすいから、こう PC 版の中で。うん。射撃が左クリックだから、OK。リッパー先生、救世主大殺しって。俺のせいで、あいつ、一人ぶっ殺したけどな、味方な。よいしょっと。ついでにね、BF はね、右クリックがね、スポットだよ。ほらー。あ、どっか行っちゃった。危ねえ、いって、撃ってくると思ったら撃ってきた。うん、まあそうだよね、この率では。お、L4C 撃ってる。とりあえずここで待つか。お、飛んだね。お、いいね。後ろから、ざっくり。あ、もう無理だ。あっち行こう。こっちに、おー、もう一人いる。危ねえ、オッケー。危ねえ、リッパーとかで刺されるかと思って今。怖かった。リッパー先生、マジシャレにならないからね。マジかみたいな感じになるよ。おらーって。オッケー。打ちやすい HBK30。うん。あいつ挟まれてたから絶対絶命だったろうな。俺の方見たかっただろうけど見れないもんな。仕切る。オッケー。欲を言えば2キルぐらいいけるかと思ったけどね。俺は1キルだと思った。てか35対13とか圧勝ですねっていう。我が軍の圧勝ですねっていう感じだよね。圧倒的。我が軍の強さ。レイス先生いきなり来ちゃうし。ラッキーデーだ。全くどこに開いたかレイスわかんないんだよね。どこにレイスが行くのか全くわからないけど、レイス位置設定する意味あんのか全く理解できないんだよね。ラプスもそうだけどさ。ラプス昔なんか位置設定できたよね、確かね。あれも意味わかんないよね。何やってんだお前、俺のラプスに。ラプスじゃねえ、レイスに。ラプスとレイスを間違えるっていう。危ねえ。もうあと弾が30発しかない。31発か、厳密に言えば。お？新しい15欲しい。レイス先生めっちゃやってるんだけど。よいしょ。ここまで。おー、おー、危ねえ。なんだよ、俺リッパー。今使うタイミングだと思ったのに。なんだよ。リッパー使うんじゃなかった。よいしょ。どうしようかな。もういないでしょ、ここら辺。全然いないでしょ。絶対と全然が被ったじゃん、今。もう何なんだ ?50 対17。圧勝だよ、マジで。もうリッパー終わっちゃったよ。切ねえ。よいしょ。いるね。ん？飛んだと思ったんだけどな。怖っ。あ、いるな。きっといるぞ、この右側に。おお、来てる。お、ああ、受ける、これ。オッケー。ははは。あいつも俺と同じ。ナイファーなのに。
バールでしょ、きっと今の。おー、危ねえ、びっくりした。バールだ。おー、危ねえ危ねえ危ねえ、絶対絶命というか。あー、危ねえ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 、オッケー、よいしょ、ポーン。無理やり人のキルを取るっていう。いいじゃん、味方一人キルしたよ、許してくれー。オッケー、強い VMP、 さすが。リフレックスグリップストックだもんね、強いよ、そりゃグリップストックは打ちやすいよ。まあ、理想を言えばクイックグリップの方が俺好きだけど、クイックグリップストックとか、クイック欲しい。やっぱね、ADS がちょっと遅いんだよねーって、うん。よいしょー。ドーン、え？マジか。え？って感じなんだけど、今のは。ほらー、オッケー。今のマジかよ。てか、あのさっきのヘルストーム、誰も知らなかった。ダメ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 だって。なんだよ、その MR6 のデュアルみたいな銃声。絶対そうだろ、てか。おなんだなんだ、また L4C10 ってんのか、あいつ。また撃ってんのか、あれ。ん？俺が？危ねえ、見られたかな、今の。いるね。オーケー、見られてない。このなんか銃撃ちやすいな。俺もなんか使おうかな、これから。完全に人のパクってるっていうね。人のアタッチメントをパクるやつ。グリップしとく。フレックスなんか強いのかな？そういうことないのかな？ないのかな？どうなんだろう？イエローサイトの方が、あれ強いのかな？どうなんだろうな？知らないけど。とりあえずなんか完全ボッコなんだけど、全然なんかもうやられる気がしないっちゃしないけど、やられる気がしないっちゃしないけど、言うてね、もうそろそろ俺は本当にね、ゼロデス目指してるからね、今ね、そろそろ目指してるから。撃ちったよ。ちょっとね、緊張感あるよ、俺の中で。よいしょ。だってもうヘルストーム2回出したっけ、もうそれで何ポイントみたいな。とりあえずここ送るじゃん。よいしょ。まあね、やっぱり、ゼロデスはすごいぞ、これ。行ったらな。いや、危ない危ない危ない。もう俺の欲望の塊だから、ゼロデスの欲望の塊。もうね、もうこうやってね、安全な方法しか取らないってね。まあ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 。まあ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 。おー、危ねえ。よいしょ、ジャンピング！オッケー！すげえ、すっ飛んでった。突き飛ばされた、あいつ。3回目ぐらいじゃね、ヘルストーム出んの。俺まだ1回も死んでないと思うんだけどな。途中参加だけど、これは。さっきの VMP 野郎を回収した。すげえ、400発持ってるよこいつ。400発じゃない、360発だ。オッケー。ふう、これはさすがに悲惨な試合だな。しかしな、まあでもそうは言っても1デスもしないのはすごいぞ。すごいぞとか言って、我ながらだっていう。すごいぞとか言って、完全なる自画自賛だね。いいじゃん、自画自賛なんてすることないよ、リアルに生きてて。なかなか我ながらよくやったぜって言わないよね、普通。なんだろうな、学生だったら言えるかな。学生でもなかなか論文とかだと言いにくいけど。美味しそう、うどん。という感じでね、まあ多分この試合はね、まあヘルストームで一気に4キルぐらいして終わるんですが、まあ残念なことにね、まあシアターでこう復元したやつだから、そっから続きは入ってないっていう、この悲惨な現実ですね。まあそんなこんななんですけど、まあドンマイだなと思っていただけたらね、ぜひ高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。